はい、だから上着を巻いてる。暑いこの部屋、暑い。おはーん、お話し会ですね今日は。時間がなすぎて今日も15分だけど、そう、暑い暑い、ちょっと待ってて、いや、え、わかんないこれさ、フラがいるのもあるけど、超暑いんだが汗かいてくる。あ、見えてる。あ、見えてる。はよ。今日は話し会が2時間目、ツーショットが3時間目で、その間の時間にあのトークイベントもあるので、番組のぜひ来てください。はよ、おはよう。そう、雨、え、わかんない、まだ外見てない、わかんない、配信また見てみるけど。そう、おはよう。どうだろうな、外、配信また見てみよう。夜も配信できるけど、21時後半とかって感じだから、そうだから念のために配信しとくね。いい天気、本当に良かった。それは良かった。天気心配だったからね。そう、私もさっき朝のシャワー浴びたところです。広島土砂降りなん？そうなの、気をつけてね。片付けとかまあ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 って感じです。今日はお話し会、もう幕張の近くの辺の方いるかな、どうかな。幕張がいい天気だよって言ってるってことはそういうことなんかな、どうなんやろ。うん、昼頃まで晴れで午後が雨降って急に寒くなる。そうなのね。お話し会が始まるぐらいじゃん。やだ。お、行きます。まかり向かってきてるとこ。なるほどね、気をつけてきてね、みんな。そう、部屋、私は一人部屋。そう、会場隣、あ、なるほどね、泊まってたんだ。じゃあ朝はゆっくり準備ができるね。いいね。台部屋、いちごは来てた、いちごは来てたけどもう帰った。いちごが来てた。ちょっとだけ来るって話だったのに、結局なんか二人して寝落ちしたから。そうびっくりびっくりって感じ。寝落ちしちゃってた昨日。気づいたら朝でびっくり。もうこんな時間って思って。夕方雨なの。そう、いちごが来てたけど、すぐ帰る予定だったのに。そう、寝ちゃった。寝てないから今から寝んの？おやすみなさい。おやすみだ。うん、汗かいた。暑い。とても暑い。今日はね、そう、2時間目と3時間目の間、会場にいる方よかったら3期生のステージ見せてください。ザマミーさんもそういらっしゃったから、そう、嬉しい。
もしもし、こくま YouTube 待ってるよ。ツイートに書いてたから、レーンと、そう、時間と、ぜひ見てください。そう、マミーさんが気が食べる番組ばっかり。そうなの。朝ごはんはこの後移動とかで食べようかなって思う。そう、昨日ちょっと買ったから。そうなの。お腹鳴った。眠くはないけど、なんか疲れが来てる。でも、そう、明日が休めそうだから、久しぶりに一日だから、そう、楽しみ。そう、あ、そう、クロちゃんさんのツイート見た方は分かると思うけど、実は昨日クロちゃんさんとお会いしたんですよ、収録で。そう、絶対ね、そう、番組ですごいお世話になっててね、その X とかでもだけど、だから絶対会ってみたいなって、そう、お礼をちゃんとしたいなって思ってたから、今回会えてよかった。クロちゃんさん優しかったよ、めっちゃ。そう、初めてお会いしたんだよね、私。そう、そうなの。まあその時の映像もまた今度上がると思うので、ぜひお待ちください。そう、よかったし、本当になんかすごい、あ、テレビの方だって感じになった。そう、テレビの方だったよ。びっくりした、急に現れたから。初めた時の、え、どなただろう、わかんない。でも何人かお会いしたことある。おかずクラブのお二人とか、坂上忍さんとか。そう、なんか昼なんですか、何かの取材で、そう、たまたま見た。そう、待ってって言ってた。話しかけに行っちゃおうかな。ねえ、今日は待機の時間もたくさんあるからね。めっちゃすごかった、なんか本物だってなった。そうなの、そうなのよ。そう、本物だってなったね、やっぱり。ね、クロちゃんさん、そう、めっちゃ優しかったよね。そのカメラが入ってる時は、その回ってる時はもうだし、そのカメラが回ってない時も、そう、なんか私たち3期生にそう気軽に声かけてくださって、そう、わ、優しいって思った、すごい。嬉しかったんよね。私が話しかけに行くしか、それは頑張らなきゃだ、頑張らなきゃだ。それは、おはよう、おはよう。本物だってなったね。本物だった。でも見届け人をね、今してくださってデカミちゃんさんと中田かなさんにもいつか会いたい、会いたい。でも私中田かなさんと会えたらもうびっくりしちゃう、本当に超びっくりしちゃうよ。髪が、朝ごはん少なかったかな、もうちょい食べたかったかな。なんか昨日私は行かなかったけど、やっぱり同期はミニストップの、そう、行ってたみたい。
ね、広島にはないからさ、ミニストップ。出たよ。ね、お会いできたらいいな、一回でも。本当にそう。今日なんかイベントの中でなんかあるかな。そう、中田かなさんはどっちから読んでもそう、中田かなさんなんです。あ、広島来るの？いいね。待ってます。広島会場は3期生も出るから嬉しい。申し込みに待ってます。そう、麻雀のプロです。中田かなさんはダンスがすごく上手です。今日はお話し会待ってるね。そう、おはよう。おはよう。先輩とも写真撮れたらいいな。本当に またあれだったね、研究生3期生はツーショットが、そう、複数人の、そう、連打。え、ねえ、告知、私ももう、そう、告知なんかあるかな。どうだろう、番組がもっと続きますとかだったら嬉しいんだけど、番組がね、そう、アベマさんのだと、その、回数が決められてるからさ、そう、ずっと続くわけじゃないから、延期をしますとかだったらめっちゃ嬉しい。そう、なんかね、いい告知があったら嬉しいよね。そのなんか3期生話すけど、その番組が終わるのめちゃめちゃかわしいけど、今後そのザマミーさんとお会いする機会がなくなるのもすごい寂しくって、もっと番組が続いてほしい。そう、収録が毎回楽しくってね。そう、スタッフさんとか AD さんとかもすごいいつもねよくしてくださって、もっともっと続けたいこの番組を。なんかあるかな、発表。何がありそうなんだろう。今日全体の方は発表ないのかな。どうなんだろうね。1億円バズれるの面白いよね。そう、3期生だいぶ体張って頑張ってるから、もっとしたい。本当に。待って、もうこんな時間だ。じゃあ壇上読んで終わろう。17からいきます。17位青木地さん、16位松さん、15位たかちゃん、14位デコトラさん、13位七瀬さん、12位マウさん、11位ユンさん、トップ10、10位レイキンさん、9位福太郎あとヤミーズさん、8位かまちゃん、7位にゃんきちさん、6位ワンタさん、トップ5、5位イキピーさん、4位ラベンダーさん、そしてトップ3、3位ラベンダーさん、ん？じゃあ、ミスった。3位がいきます。3位ドグラスさん、2位ヤマシンさん、そして今日の1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はヨシミさんです。ありがとうございます。この後私はあとちょっと片付けて部屋をすぐに出ようと思います。そう、朝もしたけど、そう、念のためしたけど、夜も時間通り予定通り帰れれば配信できるので、ぜひ待ってます。お話し会も待ってます。テロップ出たら、あ、ちょうど出た。じゃあテロップ出たので今日終わります。ありがとう、バイバーイ。話し会待ってるよ。じゃあねー。